よ。義継といえばね、アニプレックスの作品にやっぱ結構出てるイメージがね、俺もあったし。そうですね、うん、なんかまとめてくださってるんですね。あ、ほんまや。いや、で、ね、ほ、あ、ほんとだ。いや、すぎていっぱい出てんなお前。あ、そうですね、意外と出てますね。あとやっぱ茅野さんとの共演がめちゃくちゃ多いね。あ、そうか、アニプレックス作品でなぜか松岡君と私の共演作をピックアップされてるっていう謎の展開が。それだけでもこんだけやっぱある本数あるってことでしょ。そうなんですよ。すげーな。今並んでるだけでも冴えないヒロインの育て方だったり、ね、もうまあ、これから放送のソードアートオンライン、ね、グランクレスト戦記、うん、あと鬼滅の刃、ダーウィンズゲー ゲームで、今回特急変態エグゼロ。すごいね。いや、でもこれあれですね、意外と掛け合ってないやつもありますね。そうなんです。そうなんだ。なんか現場で全然一緒に掛け合えてない役柄も載ってたり、ね、でもね、もうなんかもうそのお二人のコンビネーションは抜群だって僕聞いたことありますよ。抜群ですかね、うん。義継といえば茅野さんで、茅野さんといえば義継だみたいな、聞いたことありますよ、風の噂で。あれですよね、腐れ縁みたいなね。そうそうそう、素敵なご縁じゃないの、うん。いや、本当にデビューしてすぐぐらいからもう共演が多すぎて、うん、もうなんか週に何回会うんだみたいな。だからそういうタイミング確かにあるよね、うん。前野さんはそういうなんかこの人とよくお仕事一緒するなって方。あ、確かに俺もでも週4週5でカッキーに会ってた時はあったけど、そういう時はあったけど、まあそれも時期によってね、いろいろまちまちだけど、まあ、もちろんね、義継とも週3ぐらいで会ってた時もね、あったし、はい、うん、やっぱりなんかそういうのってあるんでしょうね。あるよね。声のバランスとかね、いきなり会わなくなるとか、あるあるある、半年会わなくなっちゃったとか、急にあるよね。連絡先聞いとけばよかった。あるわ、すげえある。あるあるですけどね。火曜日また会おうっぽ、むするんぺ。